ここは車止めでございます。とね、ここはどこでしょう。さあやっていきましたよ。はい、ここでございます。はい、大都会の素晴らしい駅ですよ、これ。これね、すごいでしょ、これ。はい、はい、この駅はこれです。そうです、天神駅でございます。ここ見当たってますかね。ここ行きますよ。ここからね、天神駅でございます。ただここ行くからこれや、京都最大級でね、こっちは近鉄でございます。近鉄で、近鉄近鉄でございます。こちらの方が JR でね、すごい駅ビルでございますけど、駅でございますけど、これ見てください。これ大都会の駅みたいになってますけど、この下は地下の歩道橋もあるんですよね。これこんなんです。そこにほら古墳の公園がすごいね。これあれが古墳の形ではね、これ千里はね、古墳いっぱいあるんですよ、ね、婦人殿の寮かな、あともいっぱいありますわ。びっくりするような寮あるんですけどね。おお、なんかここにある。おお、ここに何か書いてある。あ、やっぱり古墳や、これ。ふわふわ古墳、ステージ古墳、イフラウンジ古墳、スジバチ古墳、ステージ出入り口。ああ、これはテーブル古墳だよ。テーブルになってるから、あ、テーブル座ってありますね。テーブルになってますね。テーブルになってます。テーブルね。はい、ここ横がすり鉢古墳でございます。はい、ここすばれすり鉢古墳、今の古墳すばれになってますね。あら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 、ここ行きましょう。こういうのだ、あの上なんだ。なんか面白い公園が形してますね、これ。なんだ、あ、地下道や、これ。地下道や、これ。これずっと公園になってますよ。私ね、これ。これがふわふわ古墳です。小学校6年生までやね。ちょっと見てみましょう。ふわふわ古墳。おお、面白そうやね、これ。おお、鳥が飛び交ってる。こんな遊んでます。おお、すごいすごいすごい。ふわふわ古墳だ。ここは面白い。ここね、滑り台がね、これ。おお、なんかいろんなもんが。おお、カバンだら壊せるぞ、ここに。これカバン、天神、面白い町でございますね。遊びに来てくださいね。いい町ですよ。
JR で近鉄で来れますね。駅前に商店街がありますね。ちょっと歩いてもらうと面白いですよ。こちらからね、お店ですね。ふわふわこんでこれ。ふわふわこんで横、ラウンジの方見られるんですか。天理。JR で近鉄の駅でございます。そこ渡って行きましょうか。おお、この下もなんか入れそうやね、これ。下にもね。下も遊べそうです、これ、いっぱいね。はい、ここが天理本通りでございます。ここ商店街約1キロぐらいありますからね。あ、これね、ここがね、商店街の専門店、天理ビル1階、専門店街1階で、ここね、はい、はい、分かりましょうか。はい、中に入りましたけど、商店街ちょっと暗いね。百貨店かね、ちょっと分からんね。意外にダイソーとかあんねんわ。意外にダイソーとか3回もあんねんわ。これ意外にダイソー、はい、今日なんかカラオケ起こすとかあって、はい、ここは商店街でございます。はい、商店街入ってきました。早くの人おらんね。はい、今日はここまでありがとうございました。はい、近隣の商店街です。そこの駐車場から帰りましょう。はいはい、40年ぶり来ましたけどね。なかなかレアでございました。一歩中入るとこんな感じですよ。この屋台のオープンになってるけど、